皆さんこんにちは、 B レジェンドのダンです。 B レジェンドの辻元です。本日はですね、ジャンピングスクワットにちょっと手を加えたジャンピングスクワット対決をしていきたいと思います。ビリジンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄からリンクを踏んで飛んでみてください。ジャンピングスクワット対決は対決なんですけど、なぞなぞの問題を出してもらって、ジャンピングスクワットしてる側がなぞなぞの問題に答えます。答えれたらやってない方にチェンジ、答えれるまでやり続けるっていうやり方で、先潰れた方が負けというルールでやっていこうかなっていうふうに思います。でパスは3回まで、パスは3回までにしましょう。オッケーです。もう、だ結局一番最後はパスも使い切ったら、やり、答えるまでやり続けて潰れるまでってことですよね。まあ、それまでもギリギリまでも、やっぱ逆に限界来た時にもしかすると頭が冴えるかもしれない、ね、そういう絵図になるってことですね。そういう絵図になるってことです。一、はい、人はもう笑い転げながら余裕ぶっこいて、一人が潰れていくっていうような、はい、ちょっとやっていきたいと思います。では早速いきましょう。どっちからいきましょうか。じゃんけんでしょう。最初はグー、じゃんけんグー。だからさあどっちにしますか。高校の方がいいかな。高校で OK です。はい、さあ最初はちょっと簡単な謎謎からランダムでいくって言ってましたね。そうですね、はい、だから簡単から簡単じゃない、はい、いきなりもう意味のわからなくて何回一回もやることなく僕が負けるかもしれないですからね。スクワットジャンプはどんなぐらいで足が平行になれば、地面から足が受けばいいってことで、はい、はい、このぐらいで、はい、ってことはもう2回ぐらいやと思うんだね。やりましょうか。やりましょうか。はい、ではいきます。3、2、1、はい。ラクダ、カエル、クマ、この3匹の後ろ姿を見ていたら何かが出てきました。問題でしょ。なんでラクダ、カエル、クマ、この3匹の後ろ姿を見ていたら何かが出てきました。何でしょう。ラクダ、クマ、カエル、カエル、後ろ姿見ていたら何それ。あかん、もうあかん、もうあかん、待って、パス、何もパス、パス、むず、むず、待って、あ、パス、俺、これ、これ、はい、これ何やったやろ。はい、問題が、むずの頭入ってごめん。口の中の硬いあれがワイナシマってどう思う。口の中のあれがワイの島、高いあれがワイな島ってどう。口の中の高いあれ、硬いあれ、硬、ね、い、はい、口のワイな島ってなんすか。ちょっとあんまやりすぎた、全然わからない。パス。やばい、もう2人とも使ってる。はい、体の中で丁寧に言うと逆さにしても同じになるものってどこだ。え、待って待って待って、もうやばい。待って、何。いや問題が全然ね、体の中で丁寧に言うと逆さにしても同じになるものって。はい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 、丁寧にって何。なんかこう丁寧に覆う。パスパスパス。やばい、全然こないね。どんな戦いでもいつも生き残りの仲間にいるのは次のうち誰。はい、あ、これいいかも。いい質問。縁起、ピーマン、スイカ、レタス、キャベツ。え、ピン、縁起、ピーマン、スイカ、スイカ、レタス、キャベツ、レタス、キャベツ、レタス、パス。やばい、もう俺のパスはめぐりがやばい。もうやばいですよ。6に向かって下がっていって6を過ぎると今度はぐんぐん上がっていくものなんだ。奥に進んで 6に向かって下がっていって6を過ぎると今度はぐんぐん上がっていくものなんだ。知らばす。あともう一回いけるよね。はい、木は木でも、
髪の毛を焼いて作る木ってなんだ。髪の毛を焼いて作る木。焼いて焼く木は切るの。髪の毛髪の毛を焼く。めっちゃむずい。やばい、しんどい。めっちゃむずい。髪の毛を焼いて、あかん、パス。やばい、もうパスできない。俺の負けたの。気でもそれ気になる。何そうだ。これ、ね、多分だからこれもパス使えへんからね。はい、下に置くと便利だけど上に置くと邪魔なものなんだ。下に置くと便利だけど上に置くと邪魔なものなんだ。マット下に置く便利。あの頭重い。頭重い。頑張れ。頭重い。僕たち一個も答えてないですよ。え、何ですか下に置い時期。ああ。上に置いた想像ができないですね。下時期か。やっぱり運動しながらやったら頭回らない。頭回らないっていう。プランクの方が合ってたかもしれないですこれ。足パンパン。ぜひね、でもこういう風にやりながらだったら、はい、なんか楽しくて楽しいですね。楽しいですけどね。もし今回の動画が面白かったな、良かったなと思った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。ビデオの公式 LINE ではお得な情報なども掲載しております。概要欄にも新商品などのリンクを貼っておりますので、ぜひ気になる方はリンクをチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。